要配慮者利用施設における避難確保計画の必要性について、近年、集中豪雨などによる水害が頻発する傾向にあり、被害の激甚化が懸念されています。図と写真は、平成30年7月に発生した西日本豪雨での降水量や被災時の様子です。総降水量が1800ミリメートルを超える地域があるなど、広い範囲で記録的な大雨となり、11の府、県で大雨特別警報が発表されました。消防庁の発表によりますと、この災害による死者は263名、住家の全壊が6783棟、床下または床上浸水が28619棟となっており、大きな被害をもたらしました。西日本豪雨以外でも、全国で甚大な被害が連続して発生しています。十勝では、平成28年に台風による被害が発生し、管内で2名が亡くなっています。帯広市では、35年ぶりに避難勧告を発令して避難所を開設したほか、住家の床下・床上浸水などの被害が発生しました。近年の水害による人的被害の特徴として、高齢者や障害者の被害が多いことが挙げられます。平成30年7月に発生した西日本豪雨で被害が大きかった愛知県、岡山県、広島県では、死者の約7割が60代以上でした。西日本豪雨をはじめ、近年の水害では、高齢者や障害者など災害時の避難に配慮を要する方が利用している要配慮者利用施設が被災しています。ここでは、要配慮者利用施設における被災事例を紹介します。平成28年8月の台風第10号により、岩手県岩泉町を流れる小本川が氾濫し、近くのグループホームランランでは、逃げ遅れた入居者9名が亡くなりました。施設の職員は、避難準備情報が発令されたことをテレビで見ていましたが、高齢者や障害者など、避難に時間を要する人が避難を始めるべき情報と認識していませんでした。また、火災を想定した避難マニュアルを作成して訓練をしていましたが、水害を想定していなかったことが被災につながったと考えられます。平成30年台風第7号などによる大雨では、西日本を中心に広域的かつ同時多発的に河川氾濫や土砂災害が発生しました。被害が大きかった岡山県倉敷市真備町では51名が死亡し、そのうち約8割が70歳以上でした。被災した施設の一つ、真備記念病院では約 2.6 メートル浸水し、水は1階の天井まで達しました。これによって避難してきた近隣住民も合わせ、多くの人が約1日半もの間孤立しました。近年の水害による被害を背景として、平成29年には水防法と土砂災害防止法が改正されました。これに伴い、施設が洪水浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設のうち、その名称と所在地が帯広市地域防災計画に記載された施設は、避難確保計画の作成・提出と避難訓練の実施が義務付けられました。その後、国及び北海道が作成している洪水浸水想定区域が1000年に一度の想定最大規模に改定されたことを踏まえ、これまで帯広市地域防災計画に記載していた要配慮者利用施設を見直し、令和3年3月、
新たに該当する施設へ通知しました。要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。水防法などに基づいて、避難確保計画の作成、提出や避難訓練の実施が義務付けられるのは、このうち帯広市地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設です。近年の水害で被災した要配慮者利用施設の中には、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施していたことにより、災害時の速やかな避難行動につながり、人的被害を防いだ事例があります。秋田県大仙市の特別養護老人ホーム、愛公園では、すでに作成していた避難マニュアルを平成28年に改正し、避難確保計画として作り直しました。避難確保計画では、避難基準水位や避難経路を独自に設定するとともに、計画に基づいた避難訓練を実施していたことにより、平成29年の大雨では迅速な避難ができました。岡山県岡山市のグループホーム、メディフル藤田東館では、過去に発生した他県の被災事例を踏まえて、既存の防災計画を見直し、職員訓練を実施していました。平成30年7月豪雨が発生した際、作成した計画に従って、事前に職員と対応方法を共有したほか、配車表の作成による円滑な移送の実施により、利用者27名全員と職員は無事に避難することができました。埼玉県川越市の特別養護老人ホーム、川越キングスガーデンにおいても、過去に被災した経験を踏まえて、水害に備えた計画を作成し、毎年訓練を実施していました。令和元年10月に台風第19号が発生した際、作成した計画及び毎年の避難訓練に従って、近隣施設の2階へ迅速に避難し、職員と100名の利用者全員が無事でした。これまで紹介した事例から、避難確保計画の作成と計画に基づく避難訓練の実施が、施設利用者の命を守る第一歩となることがお分かりいただけます。もし、避難確保計画の作成や避難訓練の実施を行わず、水害時に犠牲者が出た場合、利用者の命を守る適切な対応を怠ったとして、施設管理者や所有者の責任が問われる可能性もあります。過去には、水害により犠牲者が出た高齢者施設が、遺族から損害賠償を求められた事例もあります。水害が発生したときに後悔しないように、避難確保計画の作成、提出、および避難訓練を実施しましょう。避難確保計画は、作成してからが本番です。作成後の避難確保計画は、各フロアに保管するほか、関係者全員で共有しましょう。また、避難確保計画に基づいて避難訓練を実施し、訓練で得られた課題を見直すことで、避難確保計画の実効性が高まり、利用者の命を守ることにつながります。施設管理者の皆様には、避難確保計画の作成及び帯広市への提出、そして避難訓練の実施にご協力をお願いします。